ムーンサルトは体操競技の技、後方2回宙返り1回ひねりの通称で和製英語、月面宙返りとも言う。この技の始まりは、塚原光が1972年のミュンヘンオリンピック団体の自由演技で鉄棒の折り技として、後方抱え込み2回宙返り1回ひねり下りを発表したのが最初である。この技はトランポリンの技。 ハーフインハーフアウトにそう得て編み出された。なお、跳馬にも、塚原という技があるが別物である。発表当初の演技ではアンコールが鳴りやまず、塚原は9.90の高得点を獲得して、真技、宇宙遊泳等と称えられた。その後国際体操連盟により、新技塚原として認められた。塚原の名称は、鉄棒の売り技のみに限られるが、ムーンサルトや、 月面宙返りの場合は、2回宙返り1回ひねり、していれば、他の競技であってもそう呼ばれ、回転の方向も問われない。2回宙返り2回ひねりのこと。これも通称である。1976年のモントリオールオリンピックで、梶山ヤマが鉄棒で、後方抱え込み2回宙返り2回ひねり下りとして、使用したのが有名。 ハイデンバーを越えながら広報心身2回宙返り1回ひねり下り。デニス・ハイデンによって初披露された。渡辺広報心身2回宙返り2回ひねり下り。渡辺光明が1985年に世界で初めて披露し、新技として認められた。心進新月面宙返りとも呼ばれる。2004年のアテネオリンピックで富田博之が、 日本の優勝を決めた技として有名。フェドルチェンコ広報新進2回宙返り3回ひねり、下り。セルゲイ・フェドルチェンコによって初披露された。広行加藤広報抱え込み2回宙返り1回、ひねり下り。加藤広行によって初披露された。リジョンソン広報抱え込み2回宙返り3回ひねり。北朝鮮のリジョンソンによって初披露された。 白井さ後方新進心2回宙返り3回ひねり。白井健造によって初披露された。ムスタフィナ後方抱え込み2回宙返り1回半、ひねり下り。ロシアのアリアムスタフィナによって初披露された。ファブリックノワ後方抱え込み2回宙返り2回ひねり、下り。ソ連のファブリックノワによって初披露された。霊イ後方進進2回宙返り2回ひねり下り。 アメリカのエリーゼレーによって初披露された。ムヒナ候補2回宙返り1回ひねり。ソ連のエレナムヒナによって初披露された。チュソビチナ候補シンシン2回宙返り1回ひねり。ウズベキスタンのオクサナチュソビチナによって初披露された。シリバス候補を抱え込み2回宙返り2回ひねり。ルーマニアのダニエラシリバシュによって初披露された。モールズ候補シンシン2回宙返り2回ひねり。 カナダのビクトリア・モールズによって初披露された。ムーンサルトにはいくつかの試技方法がある。代表的なものの一つは、1回目の宙返りで1、2ひねり、その後の宙返りでさらに1、2ひねるもの。もう一つは、1回目の宙返りで1回、ひねりをえてしまい、2回目の宙返りは、通常通り行うものである。前者はわかりやすいものの、実際の演技では、実施が難しいとされる。 月面宙返りの名付け親は元日本体育大学副学長ローマ五輪金メダリスト竹本正夫である。塚原の発表より遡ること3年、1969年に人類は月面着陸を達成し、米ーを中心とした宇宙開発競争の時代にあった。また、ムーンサルトは和製英語だとされている。なお、ムーンザルトの表記が使用されたこともある。 ありがとうございます。